ツインテールの一例。この例に比して垂らした髪の毛の長さが、もう少し短いものを、ピッグテールと呼ぶツインテール、または、ツーテールは、長い頭髪を左右の中央あるいは、それより高い位置でまとめ、両肩にかかる長さまで垂らした髪型のこと。ツインテという略称で呼ばれることもある。前者は主に物語作品のキャラクターの分野で、後者は、 人形の分野で用いられることが多い。本校では、ツインテールの他にも関連する髪型として、ツーサイドアップおよびポニーアップについても解説する。古くはこの髪型の一般名称は、幼い娘の髪を整える、母親たちによって、習慣的に二つゆいと呼ばれ、年が一桁程度の幼い少女が米髪よりも高い、位置に結ぶものを指し、 耳より低い位置に結ぶお下げ紙とは呼び分けられていた。現在では古きものの記憶が薄れ、別の新しいものとして10代以上の少女モデルなどが多く結ぶアップスタイルの一部として認識されている。この髪型をツインテールと命名したのは関西の導入作家である。由来は帰ってきたウルトラマンに登場した怪獣ツインテールである。キャラクターを 刑事課で分類する上での属性の一つとして認識されており、注目されるための要素の一つとして根強い人気を持つ。かつてこの髪型は作品においてキャラクターの特性を強調する記号という認識で使われていたが、近年ではその認識が変わりつつあり、現在では様々なキャラに用いられている。また、アホモオと共通するものとして、 キャラクターの行動や感情によってツインテールが逆立ったりするものも見受けられる。ツインテールに似た髪型も好まれる傾向があり、中には腰まである長いツインテールのキャラクターも多く見られる。アニメフェスタ2014の初ネミクのコスプレイヤー2サイドアップの1、冷凍髪のすべてをまとめず、両側の少しの髪の量だけを耳の上部でまとめ、 残りの後ろ髪はすべて垂らす髪型がある。しかし、外見的に、ツインテールとは全く別の髪型になってしまうため、ツインテールではなく、ツーサイドアップという別の髪型として扱われる傾向がある。ドール系カルチャーから派生した語で、二つに、結んでいるという点以外ではほとんど共通していない、ため、ツインテールよりもむしろ普通のロングヘアに見えることが、多い。 うさぎ結び、ハーフツインテールなどと呼ばれることもある。ただ、長い髪を二つに分けてまとめる点は、共通しているため、ツーサイドアップもツインテールと呼ばれることもあるが、その境界線は曖昧である。少数だが、後ろ髪の少しの量だけを、ポニーテールのようにまとめ、他の後ろ髪はすべて垂らす髪型を、ポニーアップや、テールアップと呼ぶ場合もある。 キャラクターによってはツインテールと併用していたり、またツインテールのキャラクターにも多くいるように、二つにまとめた髪でキャラクターの感情を表現する場合もある。言った髪の部分が全体的に渦巻き状になった髪型。肩よりも髪が長い場合、肩までの髪の部分がストレートあるいは軽く、ウェーブがかかった程度で、先が軽くカールしているのみのものは、 ツインテールと呼ばれることが多い。また、縦ロールだと髪の長さがツインテールと呼ぶには足りない場合も多い。ありがとうございます。